シリーズ令和漁業法漁業権今日はその22ということで漁業権に基づかない定置漁業等の禁止ということですでこの漁業権に基づかない定置漁業の等の禁止については、えー、この 第68条に書いてあって漁業、定置業及び区画漁業は漁業権または入権に基づくものでなければ営んではないというふうになっていて、このに違反した場合にはですね3年以下の懲役または300万円以下の罰金というですね、えー、ことがあるわけです。ただし、えー、水産業不足の成長を伴わない、ね、畜養ですね。これは、えー 各業権に該当しない例えば、カツオの餌わしなんかは、いけすでかっていても、これは区画業権ではなくて、畜用であるので、業権に基づかなければよいということになります。でさて、この、えー、規定の中で問題は、漁業権または入業権に基づくというのは、一体どういう意味なのかということです。でこれはいろいろ、これも解説を通って、この3つが該当するというふうに言われています。 一つは自分で漁業権または入業権を持っている。二番目、漁業権を持っている者と民法上の組合契約を結んで共同経営している。つまりまあ共同経営しているということですね。で、三番目はですね、漁業団体漁業権あるいはそれに対する入業権を組合が持っていて、その組合員が漁業法第1 0条条も続く漁業を営む権に組合公式権を有する。要は、組合員公式権に基づいて営んでいる場合。 もう一度言いますと、漁業権または尿意権を自ら持っている、そして共同経営している、3番目としては、えー、あれですね、えー、組合、公式権を持っている、この3つの場合については、えー、漁業権または尿意権に基づくということで考えてよろしいよということを言っているわけです。まあ、以上ですね、えー、これ短いですけど、その22として、えー、漁業権に基づかない定時業との陳謝についてお話をしていきました。